Thank you.
ば。はい、ありがとうございます。みんな出てきてね。皆さん、ここまで楽しんでいただけてるでしょうか。はい、ちょっと早いよ。それでは、告知させていただきたいと思います。まず直近のイベントとしては、3月3日スプリングフェスティバル関西に出演させていただきます。イエーイ。公式の方からちょっと私たちが出す前に瀬戸りが発表されているんですけども、皆さん、ロブミツカードらしい、リアルなるステージになってます。皆さん、ぜひぜひ楽しみにしていてください。ステージがね、18時36分から18時44分です。はい、やめ合わないよ。頑張れ。続きまして、3月22日にピチカート単独公演があります。イエーイ。1月から練習していますので、皆さん、こちらもぜひぜひ、ご予約、そしてね、先輩方のご卒業、そしてね、私たちも出ますので、たくさん、ね、本当20何曲踊るよね、やばいね。30とか言ってたんちゃうかな。そう、それくらい皆さん、すごい盛りだくさんの公演となっておりますので、こちらのご予約もお待ちしております。はい、こちらのご予約、スプリングフェスティバルも、単独公演も、単独はこちらの単独を知らせるコントがあるので、こちらから DM の方を送らせて、私が送らせていただいているので、まだ届いてないって言ったらちょっとごめんなさい。こちらの方でご連絡、もしくはピチカートの公式の方からも送らさせていただいてます。またスプリングフェスティバルの方はこちらのアカウントからご予約できるようになってますので、皆さん、ご予約まだまだお待ちしております。お願いします。前の2月22日のイベントではちょっと雨が降ってて、ちょっとちゃんと言えなかったんですけど、ミスユニドルグランプリ、本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。お花をいただいたりとか、たくさんのおめでとうのお言葉、本当に嬉しかったです。これを機に、これを、このもちろん結果として受け止めるって次のステップにまた進んでいけたらなと思いますので、これからも皆さん、ピチカートをよろしくお願いします。お願いします。それでは、最後の曲に行きたいと思います。